はい、こんにちは、もっちゃんです。イエーイ。春休みにママのお兄ちゃん家族と川越で食べ歩きしてきました。まずはうなぎの串焼き、ふわふわで口の中がとろけちゃいました。とっても有名なおさつチップス、ディップなしでもほんのり甘くて美味しい。お芋を食べながら醤油の代わりに誘われました。めっちゃ美味しかったつくね。お散歩しながらお菓子横丁へ。私が一番楽しみにしてた雨風船の挑戦。普段は行列らしいけど並ばないでできちゃいました。まん丸すごく大きくできました。お次はいちご飴。噛むと歯にくっつくのでじっくりペロペロしちゃいました。川越名物芋こい、さつまいもとつばんが入ってました。そして予定外の着物レンタル、いとこがどうしても着たいというので私も来ました。遅めの昼ご飯、着物を汚さないように気を使いました。いい感じの神社発見。足つぼ意外とへっちゃら、おじさんは不健康みたい。着物を脱ぐと体が軽い。こちらも有名なお店、なんとなんと一つ600円。かわいい。私はなんという贅沢をしているんだ。こんにゃく石鹸はお土産に。川越大満足でした。